1983年ブダペストの世界選手権のチャンピオンです。次の演技者は全権12番中谷ユルチェンコ選手、持ち点 9.75。 まずトカチェフが入る、あった、これはデルチェフ宙返り失敗です。ライビット選手の先ほどの得点 9.55。 やっぱりちょっと動きが重いんでしょうかね。そうですね、体の締めがちょっと足りないような感じですね。はい、日本残念ですね。本当に綺麗な線が出てますが、一つあの空中局面のある技が抜けてますね、はい、今日は。そうですか、はい。最後も1回ひねりで降りてまいりました。どうもユルチェンコ選手は本調子ではないようであります。今日選手の得点は先ほどは 9.50、 持ち点と合わせまして 19.10 であります。なおユルチェンコ選手の持ち点は 9.75 で今現在トップに立っておりますが、さてそのユルチェンコ選手に関しまして宮崎アナウンサーのレポートが入るようですが、宮崎さん。はい、今落ちてしまいましたけれどもね、ユルチェンコ選手今回のその日本遠征で、引退するという話があるんですね。そうですか。でまだ正式発表ではないんですけれども、本人はその意向を強く持っているようです。だからこの日本遠征が彼女の最後の姿になるわけですね。なるほどね。彼女はですね、今年の6月に大学を出て、で現在スポーツクラブのコーチをしているわけなんですが、引退後はそのコーチをしていきたいとのことでした。ああそうですか。そうしますとこれ足原さん、具志堅さん、ユルチェンコ選手はどうも見納めのようですね、日本の演技で。そうですね、寂しくなりますね。そうですね、岡部選手の、具志堅さんもね、昨年引退いたしました、その引退する前の気持ちが大分かりじゃないかと思います。どんな気持ちになるもんですか。いや私の場合はですね、やるだけやったと、いう満足感がありましたから。あそうですか、寂しさはありませんでした。なるほどね、ユルチェンコ選手もそういう意味ではあの世界チャンピオンにもなってますね。ユニバーシアードで2連